矢内博士は、日本の実業家。東証一部上場企業、ピア株式会社の創業者であり、代表取締役社長。その他、ピア主要グループ会社の代表を務めるとともに、一般社団法人チームスマイル代表理事、一般社団法人、PFF 理事長、社団法人日本雑誌協会理事、日本アカデミー賞協会組織委員会委員。 公益財団法人ユニ,ニジャパン表議員、公益財団法人ラグビーワールドカップ2019、組織委員会顧問、株式会社 BS 富士番組審議委員会委員、財団法人、新国立劇場運営財団表議員、エンジン01文化戦略会議副幹事長、県事務局長、観光庁アドバイザー、株式会社海外、需要開拓支援機構アドバイザリーボード等の、 公職を務める。現在の福島県いわき市に生まれる。中央大学在学中の1972年7月、TBS 報道局でアルバイトをしていた仲間7人と、共に映画などのエンターテインメント情報を網羅した、月間情報誌、ピアを創刊。大学卒業後、1974年、ピア株式会社を設立し、代表取締役社長に就任。 1977年には、東映大泉撮影所にて、第1回ピア展の一企画として、第1回自主映画展を開催。1981年からは、ピアフィルムフェスティバルと名称を改め、現在に至るまで、毎年開催している。1984年4月から、日本初のコンピューターオンラインネットワークによる、チケット販売サービス。 チケットピアをスタート。1990年には、チケットピア事業にて、社団法人ニュービジネス協議会が主催する、第1回ニュービジネス大賞、通称産業大臣賞を受賞している。1998年長野冬季オリンピックや2002年フ、FIFA フワールドカップなど世界規模のイベントの、チケット販売も手掛ける。なお、ピアは、長野冬季オリンピック以降、 すべてのオリンピックにおいて、観戦チケットの国内販売業務を、日本オリンピック委員会より受託し、実施している。2002年1月、東京証券取引所、第2部に、2003年5月には、東京証券取引所、第1部に上場を果たす。2011年7月、時代の役割を十分に全うしたとして39年間続いた、情報誌。 ピアを休館する。東日本大震災の直後にエンターテインメントの力を支援につなげたいというピア社内の有志によるボランティア活動を発端とし、2012年10月に一般社団法人チームスマイルを設立し代表理事に就任する。東京、豊洲、福島、岩城、岩手、釜石、宮城、仙台の4カ所にシアター、ピットを開設した。 また、長年にわたり継続していってきた、ピアフィルムフェスティバルの活動が評価され、自身が2004年にモンブラン国際文化賞を受賞。2014年には、長年の努力により、日本映画の芸術文化の発展に、甚大なる功績を残した、個人、団体に贈られる川北賞を、ピアフィルムフェスティバルが受賞している。 2017年3月、エンタテイメント界の発展に貢献をした、プロデューサー、クリエイターとして、第12回、渡辺進賞を受賞。2017年4月、ピアフィルムフェスティバルの活動を社会全体で支えていく、環境を整えるため一般社団法人化し、一般社団法人、PFF を設立、理事長に就任。ありがとうございます。